はい、皆さんこんにちは。ファミサプ編集部のターザン・マロゾムです。そしてはい、声優兼ライターのサーヤです。そして今回もゲストとして、セガの開発ディレクターでございます、トノサキです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は、ですね、ワールドチェーンのバトル編ですね。はい、はい、前回もね、まあ、いろんなねお話ありましたけどもね、うん、世界をねリライターでね、はい、皆さんがリライトしていく、修正していく、うん、そしていろんなねレブラント、うん、登場しました。いろんな世界がね、まあ、前回は戦国時代のやつでしたけども、はい、今回はそのバトル部分を詳しく見ていきましょうか。はい、はい、これまずはどうすればいいですか。パーティー入ってもらって、はいはいはい、で一旦ここに出てる画面は左側の、キャラクター、これリライターって呼ばれてるんですけど、それに、レブラントをセットする、うんうんうん、2人1組の、なんかこうほうほうほう、デッキを、まあ、4つ入れる形になる。あ、なるほど、はい、タップして選ぶんですね、うん、はい、これ今渚ちゃんね、渚ちゃんに誰をセットするかみたいな、うん、渚ちゃんは清少納言でしょまあまあ女の子だしね、うん、どうしようかな。ちなみにここの、間に書いてある敵合率っていうのが、キャラごとにちょっと特性や特徴があるんですけど、まあ、ライダーに向いてるキャラクターとか、はい、シューターに向いてるキャラクターとか、はいはいはい、主人公はちょっと全部に特性があるんですけど、本当だ、はい、じゃあもし適合してないキャラとかを入れると、あー、下がった、結構下がった。ちょっとちょっとダメじゃないですか15% ぐらい下がってる。戻そう戻しました。ちょっとそこ考えていただきながら取り組まれればなと思って、はい、大事なところ、はい、バトルいっちゃう、はい、バトルいっちゃいますか。お願いします。じゃあメインのところ、はい、これいきなり始まるのかな。あ、まずキャラをタップ、キャラじゃないな、リライターをタップしてから敵をタップすると、あ、狙う、動いてくれます。あ、狙っていくんだ、ね、おー、すごい、ダッシュボリすごい、いけ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 、死んだ、突進、いけいけ、まだ敵が少ないからね、はい、うん、まだまだ余裕あります。これ何でしたっけ、こうやって戻してやると突進になる、はい、距離が、はい、あれなのか、それ、まあ、ライダーという兵士の特徴で、はい、ちょっと助走距離があると、はい、なんかオーラのようなのを取って、はい、あー、2個だ、これなんか今ルーレットで2個ゲットしたのは、はい、画面下の、どうして使えばいいですか。あのリバイブ OK って書いてあるんですけど、はいはいはい、その、まあ、2個あるんですが、2個使ってリバイブ、じゃあリバイブしてみますか。はい、はい、なんかちょっと上にクリック、あ、そうですね、はい、こんな感じですかね。リバイ、はい、こうするだけ。おお、強そう強そう強そう、強そう、4連続。あ、ちょっと待って、ナギサちゃん、近づいて、敵近くた、敵が近い、敵が近い、敵が近いよ、ちょっと。ナギサちゃん、遠距離だから。これ、ナギサちゃんもリバイブしちゃおう。お、聖書なもん聖書なもんですよ、これ。あ、回復タイプなんですね。はい、あー、そういうことか。一応リバイブすると、純粋にアタックと HP も上昇しますので、うんうんうん、はい、それだけでもただ強い。これってなんか、近距離とか遠距離とかってなんか関係あるんですか。アタッカーが今来てるので、このアタッカーにはこの信号君、ちょっと今、じゃあぴったり、はい、ライダーが有効です。あー、待って、強そうだな。これ向こうライダーってことですよね、乗ってるってことは。そうです。で、ライダーにはシューターが有効です。あ、そうなんですね。ライトがつくしやすい形になるので、ライザちゃんが強いってことですかね、うんうん、リバイブ使いながら、さあ、もちろんいけー、あ、疲れないし、くるっと待って、うんうん、あれ、これシンゴリバイブできるんですか。上のマナが1個しかないんですけど、上のマナのところにキャラクターの顔が載ってると思うんですけど、はい、そのキャラクターマナはですね、マナの数を関係なく一発で、はい、一発で、あ、じゃあシンゴリバイブできるぞっていうことなんですね。3マナの技でも1個で、え、すごい、お得、すごい、あ、倒した、あ、倒しましたね、お見事やった。次はぜひオート機能を使っていただければなと思ってますけど、はい、なるほど、あ、オートボタンを押すとオートになる、へー、あ、ほんとだ、まあ、ある程度近づいてたやつは勝手にいないんで、シャッターに入ると攻撃をするんですけど、はいはい、よりこっちの方が狙いつく、とりあえず見守っといて、やばくなったらハッてる、そう、リバイブしようとか、うん、リバイブはオートでしてくれない、リバイブはオートではないです、あ、じゃあ自分でここだっていう時にリバイブすればいいんですね、はい、うん、これ左の英雄覚醒は何ですか、押してみていいんですかね、はい、まあ、キャラクターによって英雄覚醒って押してみようんですけど、今回はついてる、はい、あ、おはですね、全体を回復です、あ、おー、はい、あれな、あ、これサポートキャラのが覚醒なんですか、たまたまサポートキャラが英雄覚醒を持っていて、うんうんうん、で今ちょっとメインの3人はそれ持ってなかったので、はい、あ、そうなんですね、持ってるとそれ全員分が今発動するんだと、あ、すごい、5人持ってると5人出ますので、へー、はい、どんどんリバイブしていこう、
もうガンガンリクエストしてくれる。あ、じゃあみんなそういうの持ってた方が有利なんですね、はい、一度に、はい、これもちょっと1回だけなんですけど。ほんとだ、もう消えちゃった。でもあれって回復だけじゃないんですか。そうですね、回復以外にも全体攻撃だったりとか、死んだ味方をこう復活させたりとか、いろいろあります。あ、じゃあそのレブラントによって能力違います。これなんかイベントのクエストとかもあるんですか。はい、メインでやっていただく以外に、まあ、定期的に新しいキャラクターとかが、まあ、何ですかね、ゲーム内に登場するちょっと仕組み入れてまして、はい、今回は、シュバリエテオンというキャラクターを、はい、フランス革命のね、はい、書いてありますね。かわいい。スパイだったんでしょうね、はい、密定って書いてるからね。その時さ男なんですけどね、実は。そう、でもなんかね、男か女か分かんないみたいな、なんかいろいろね、情報がね、錯綜してるらしいな、その歴史上はね。へぇ、はい、さあ、始まりました。先ほどちょっと解説したオート機能は基本デフォルトで使ってもらって、はい、多分メインストーリーよりもはるかに、うん、敵のキャラが多かったりとか、確かに確かに、狙う敵を考えたりだとか、馬をですね、うまく弓から逃げながら戦ったりとかしないと、ああ、多分厳しいと思うので、うわー、オート中でもこうやってキャラクター上から今操作してるんですけど、はいはいはい、それもできるような、あ、本当だ、今、あーてか普通に強くないですか、敵が強いやばい。これライダーを一回ちょっと別の場所に戻してるのは、そうですね、突進をちょっと発動させるために、あ、そうなんですね、助走距離を取ってます。へぇ、そういう戦い方が、なので今ほぼ僕はシューターのことを気にせず戦ってます。あ、そうですね、まあ、動かさないといけないやつだけちょっと見といてって感じです。シューターはほぼオートにお任せして、確かに、だってね、もうこんなね、敵わらわら出てたらね、一人でもう3人とか動かさない大変ですよ。なので難しいクエストになってもオートはそういう形で使うようにできますので、ちょっと適宜リバイブ貯めながらですね、とりあえず凪沙ちゃんを任しといて、オートで任しといて、二人を、まあ、ちょっとこうね、様子見ながら、ね、いい感じのところで動かすみたいなことも必要になってるってことですよね。そっか、敵との相性もあるから、それ考えて上から動かすのとかもいいですよね。なんかもうだってあっちゅう間に囲まれそうっすね。リバイブとかは使わないんですか。リバイブですね、多分ですね、まあ、ちょっと今温存してますよね。あ、ここでですね、温存、あー、そういうことか。え、こんなパターンなんですか。え、だってまだ3じゃないですか。はい、でですね、こいつがですね、ちょっとやばそう。あのですね、岩を投げてくるボスがいまして、はい、でちょっと今回連れてないんですけど、この岩を砕く技とかもあるんですが、はい、そうなんです、はい、この岩結構ダメージ入るんで、あ、リバイブしました、リバイブした、早めに、やばい、ナクちゃん狙われてる、あ、やばいやばい、おー、あー、入れ替わった、あれはエカチェリーなんですよ、あ、そうだ。すごい覚えてます、こんな感じで。今岩当たったら時間が短くなりますか。そうなんです、あのリバイブ中に限ってなんですけど、はい、HP じゃなくて、うんうん、あの召喚時間が減るような形になってます。あ、本当だ、 HP のバーがない、はい、え、でも、え、全部同じなんですか、時間って。時間はですね、キャラごとにちょっと時間差が用意してまして、まあ、バトル中も確認はできたりするんですけど、だいたい長いのだと、例えば、あんまりちょっと能力的にはそこまでだけど、リバイブ時間長いだけで結構無理だったりするやり方もあるので、とか、短いけど、ボスに対してめちゃめちゃの瞬間火力といいますか、大ダメージを与えることができる。こういう戦略大事ですね、はい、いや、ますますそんなことね、うん、自分で操作したら考えられないですよ。そう、いや、もうだからこんだけリバイブを運動してるっていうの、うん、お、今シュバリエデオン出ましたね、操作見せました、え、なんすか、さらっと見せない。え、めっちゃ、ちょっと待って、めっちゃ HP やばい、攻めてる、18000とかある、これ本当だ、減らねえ、これもうリバイブして、今ガンガン倒すしか、こいつの効果なんですけど、今、はい、敵のアタックを下げる効果、あ、防衛してみよう、こいつが5連射です、はい、気絶対して、まあ、あー、エカチェリーナ、エカチェリーナ好きですね、もう大好き、はい、ちなみにこのサポートキャラのいいナオトラが、こいつはかなり時間長いですね、はい、あ、ほんとだ、うわ、ほんとだ、40秒長い、パンも2倍以上あったし、うんうん、まあ、こうやってちょっと総攻撃したりとか、あ、これ宝箱持ったやつが出てきた、 あ、倒した、こいつからはですね、召喚のためのマナ玉というか、マナ出た、さらにリバイブできる、はい、嬉しい、あ、あ、イカチェリーナがリバイブあたりのバトルがないと回復が、はい、なので、さらに、あ、じゃあそのルーレット以外でもマナをゲットできるんですね、はい、へー、
さんもエカチェリーニャ3回出てますからね、うん、こうどんどんリバイブできるんですね。そうですね、こうやった形でちょっとボスを倒した。ちなみにですね、はい、ボスと戦うとですね、はい、このフラグメントがドロップすることがあったりします、はいはい、あと初回とかだとですね、まあ、この宝箱から1個必ず手に入ったりするんですけど、このフラグメントが必要数まで達すると、はい、このシュバリエデオンというカードがもらえたりとか、マジですか、はい、SSR ですけど、すごい、はい、もらえます。あ、じゃあこれ8分の0ってことは、はい、8個フラグメントをゲットすれば、はい、もらえます。すごい。USJ 一個でもらえとかも、こんな感じで。あ、でも SR なんですよね。安、うんうん、いから、うん、ということで、はい、いやでも僕まだね、ちょっとお腹いっぱいになってないんですよ。ちょまだね、持ってるんじゃないかなと思って、トムさんした、はい、あの資料とか。ちょっとまたレブラント、はい、イエーイ。はい、で行きましょう。紹介させていただきます。いやー、最初は、おお。はいですね、ね、もう、うわ、かっこいい有名なキャラクターです。そうっすよね、はい、超有名ですよね、はい、シュワカマで、ちょっとイベントのどこかで登場すると思いますので、はい、あ、楽しみにしてます、はい、いいですね。レイソーマリー海賊、海賊です。え、かわいい、かわいい、はい、海賊女王、海賊女王、はぁ、じゃあ大海賊時代とかでね、出てくるんですかね。リリース当初からあのガチャの中に入っているキャラクターです。へぇ、ぜひぜひ狙ってみていただきたいと思います。かわいいな、かわいいですね。友もやばいな、これ。おー、はいはいはい、3代将軍ですね。運命な、まあ、徳川家は徳川家でいろいろ用意したりだったんですけども、そうだね、はい、楽しみ、とりあえず、はい、目指してみます。シャルロットコルデ、え、かわいい、暗殺の天使、え、どういうこと、どういうこと暗殺の天使、ちょ、フランス革命時代にですね、暗殺者としてまあ、活躍したって言い方あれですけども、うん、まあ、有名なキャラクターになってます。へー、はい、まあ、別にこの子に殺されるなら別にあ、シュバリエデオンですね、はい、これ、最強の天使、はい、初期の状態からの、 あのイベント襲来で登場するので、はい、ぜひぜひというところです。はい、弁慶ですね弁慶、弁慶、武蔵坊弁慶すごい数の刀が、まあ、見る感じにもう弁慶ですね、これ。あ、で、エリザベス、エリザベス、これまたね、ドSな感じしますね。セクシーだし、ドSな感じだし。シャカズール、シャカズール、あれ、どちら様誰？一応アフリ、なんかアフリカのですね、ズール王国っていうのがあるんですけども、あそこの国王だったっていう、なんか被ってますもんね、なんかね、なんかこう、はい、動物的なジャガー感がある、はい、ズール族っていうのがありまして、おなつの方、おなつの方、はい、これなん、今回あの家光のですね、側室でして、はい、はい、なので、まあちょっと、なんですか、結構有名な武将のなんか奥さんシリーズじゃないんですけど、はい、あのちょっと側近になったりとか、関係する女性とか結構出てたりしますね、はい、かわいい。なんかね、確かにだからやっぱこれを見て、うん、あ、そういう人いるんだってなって調べたくなるっていうね、はい、勉強になりますね深まる、深まる、私は勉強になります。わあ、いいな、楽しみだな、なんか本当なんか結構ね、やっぱ知ってる人とか出てくるとね、テンション上がる。知らない子でもなんか可愛いと調べたくなりますね。そう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 今まだ事前登録中ということで、受付中なので、はい、ぜひ、ね、ぜひぜひ、はい、残りますからかもしれないですけども、登録をしていただければと思います、はい、はい、またね、わかんないですよね、QR コードがどこに出てくるかわからない、今回はどこなんだいろんなレブなんとかまたね、はい、見れてきますので、でどんなね、はい、風にリライターのね、子たちも成長していくのかっていうのも楽しみですね、はい、はいはいはい、ということで皆さんぜひお楽しみに、はい、ということで、またバイバイ、バイバイ。